今回ですね、ヤスコング様から、お譲りいただいた、YG 血統の子供たちですねを、禁止瓶に投入したいと思います。よいしょ。ようやく禁止が回ったんで、次々にですね、ちょっと入れていきたいと思います。よし、 S3 ですね、禁止瓶は、手詰めしたやつです。よいしょ。これですね。見えますか。ミヤソング様からいただいた、はい、YG 血統ですね。ね、はい。入れていきます。2匹目で3匹目と、ポンと、みんな3匹とも元気に動いてます。はい、ですね、潜るのを待って楽しめます。で続いて、友さんから、お譲りいただいた、やっぱり YG の子なんですけども、こちらの方も入れていきます。よいしょ。まだ見てください、生まれたてというか全然あれですね、立ってるか、ちっちゃいですね。入れてきますね、はい、今回前回、友野さんから釣りいただいたのは全部 S5 に入れてます。で今回は、S3 に入れます。はい、どうだ、よいしょ。
今だ、ね、割り出しと割り出す時と多分変わらないぐらいの大きさですよね、まだね。まあけどこれでもう割り出して多分2週間ぐらい、あ落ちた、え、どこに落ちた、ハプニング発見しました。一瞬ヒヤッとしました。まあ、ちょっと様子を見てみましょう。あと私が、6月7日に、割り出した、YG ですねを、S5 メインに、一部 S3 に入れてきています。まだちょっと残りまだいっぱいいるんですけど、とりあえず、準備は整ってるものから次々に入れていきたいと思います。あ、おはようございます。これは分かりますか、これは絶対メスですよね。ちょっと比べてみてください、この頭と、あ、これこの頭ですね、分かりますか、全然大きさ違いますよね。多分ですよ、これはこっちがオスだと思いますね。残して頼んだ、なんかこのぐらいになると大体おそらくですが、これやっぱりオスですよね。頭の大きさ全然違いますもんね。よいしょ、どんどんいきましょう。これは久留米さんですね、 77.5。卵がですねあったんですけど、全然孵化してません。多分このまま孵化しないんではないかなと、この卵かな、いない、川西ですね。あー、メスっぽいな。よいしょ。2例近くになるとある程度頭で分かりますよね、オスメスは。まあ確かに絶対的にそうかっていうとやっぱり断定はできないんでしょうけど、ね、明らかに頭の大きさ違いますもんね。これはオスですね、この頭の大きさ違います、分かる。よいしょ、
川西は、川西さんはやっぱり全部経産園さんの、禁止に出てきます。もう明らかにメスっぽいですね。もう川西さんはこれ以上、何匹いるんだろう今。これ以上ちょっともう本当にスペースがないんで、無理ですね。夏対策としては、あの発泡スチロール2段にして、下に成虫入れて上に幼虫で、毎日ですねペットボトルを凍らせたやつを1本入れて温度設定していこうかなと。で、と全部で27、50、60ボトルぐらいは、60、70ボトルぐらいは、ワインセラーが入るんで、一応ワインセラーの方に入れて、入りきらない分に関しては、発泡スチロールの容器で、保冷剤ですね。という感じで、夏をなんとか越したいなと。この夏を越せば、まあけど、9月から11月ぐらいまでが勝負ですよね。大きさ的にはね。まあそこまで頑張って、毎日詰め詰めしてダメな時はエアコンでっていう感じでいきたいと思いますね。はい、はい、とりあえずはこれでだいたいほぼ入れ終わりました。はい、以上です。